清水拓さん、松正君こんばんは。今年のゴールデンウィークは経営ありませんか？今度の日曜日は天皇賞春があります。タイトルホルダーにかければ100万円が200万になります。僕も給料いきます。誰にもバレてないので、とんちゃんもぜひ、見上げ返します。いやね、でもね、僕、競輪で500万円かけたんですよ、去年。で、回収が420万なんです。つまり、80万負けてるんですよ。でもね、俺、支払いが、払い戻し金で100万、そのうち入ってるのね。それで俺税金払うはめになったの。80万負けてんのに、俺100万円分の税金払って俺50万ぐらい払ったのよ。半分。なので、俺やっぱりこれ意味ないなと思って。うん。だから、俺なんか、その100万が200万になるってこれマジ数字マジックで。だから、ちょっとね、なんか興味わからなくなっちゃったんですよね、僕。うん。はい。太古の魔人、柔らか戦車、松。すげえうめえじゃん、俺。めっちゃ早いじゃん。やべえやべえ。これ見たことなかったな、多分な、これな。ありがとう。感謝します。作ってくれてありがとうございます。